いつも慣れてるから俺処方されてるから。まあそうね。その銀剤は飲むから寝れねえのと思って一つ大体一つ飲む。じゃあまあああつって30分ぐらい1時間とかでこうやって寝れるんだけど、いつも飲むときもあるわけ、調子悪いから。ああ今日やばい。そうそうやばいな、今日寝れないかもってなっていつも飲んでこうやって携帯見てたら。あらがる、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 あら見れるみたいな。いや、やっぱ寝る時のさあの携帯の時間ってしっかり結構時間な時もあるじゃん。好きな動画見れてみたいな、見たいよ、見たいよ。でも寝れなくなっちゃうから。そうね。いや、それちなみに言うと俺のいつも俺の普段。いや、2粒ね、ゼロ粒俺ゼロ粒で嘘でしょ嘘でしょそんな人いないからって思うでしょ。俺もそう思う。俺なんかこれ以外いないんだろうな。あらがうとする感じで俺も横にして寝るからさ。じゃあもう横でこうやって寝るから早いから。なんでそんなにさ睡眠導入早くない？早いよ。2粒それ飲んじゃったら1粒でもいったら多分なんかお前もうこうやってパッて飲んじゃう。いや、あれ2粒がもっとしてるけど2粒届かない。届かない。1粒こうやってやられる。このままいく。届かず、いつも届かず、届かずいく。まあドリエルでお前あれだもんな。ドリエルで飛行機で。どうなんだ。いや俺あれ俺さ死んだんか。前の画面に。なんかアメリカまで長いからちょっと今日買ってみようかなとか言ってドリエルからさ、こんなやつ絶対聞かないよそれみたいなこと言ってたらさ、飲んでさ、おーとか言って、いやあんなことってあるんだみたいな。途中で目覚めるわけよ、何回か目覚めた時もうこうあらがうけど、うー起きれない。いや、あれ何なんだよこれ。で、俺15分で着いたからアメリカに。そうめっちゃ近かったみたいな。俺その間に映画4本撮るフル尺で。俺も極端やな。そう、飛行機で出す時もなんか、うわドリエルってすげえなーとか言って言ってたら数字上手が、いやそんな聞かないから。そんな聞かないんだ。で、あれ面白い。後ろだってまたいだもん俺。トイレ行く時だって前で。本当だよこれ。嘘だと思ってるでしょ。ほんまに重すぎるわそれ。だから俺飛行機乗るときは今もらってる、うん、2つまで別に飲んでいいっすよって言われてるから、うん、飲んじゃおっから。飛行機の中でさ。そうなんですよ。それは俺の気持ち。マジで俺大体窓側じゃん。俺のドリル。お前の薬ない。俺ゾルピデン。ゾルピデン。お前の2ドルピデンか。俺の1ドリエ。確かゾルピデンだって。ゾルピデンだよね。ゾルピデンだから俺窓側に座るから、こっちにこう大体俺寄りかかってるから、2個飲んでったら、まだない。絶対こっち見ないでほしい。確かに。俺今度お前の方見てる。ふざけんな、ふざけんな。容赦なくみんなそれ。おい、かわいそうだろ。寝たいと思って寝てる人起こすんじゃねえよ。上司こっち見てた。俺もドリエルのそれ。二人とも俺も向かい合って一瞬してる可能性がある。